朝は三重県にいたんですけど、大急ぎ飛行機で飛んできまして、今新千歳空港に来ております。札幌にね、ぜひとも見に行きたい犬の焼き芋屋さんがあるってんで、視聴者の方からもいっぱい行ってくださいってリクエストが来ており、私もあ、これは行きたいなと思う素晴らしいところだったのでした。空港からだったらね、新札幌で降りてタクシーで行くのが一番近いみたいですけど、雪が降ってます。当たり前ですが寒い。ただ気温は0度です。言うほど寒くありません。新札幌駅に到着。寒そうに見えますね、随分。地下鉄と路線バスを乗り継ぎます。いや、久々にこんな重きし雪みたいなところに来ましたけども、お、あったあった。そして先客もいるな。着きましたよ。これです。もうお客さんがね、次から来る、次から次へと来るんですが、犬の焼き芋屋さんと書いてあります。いろんな国の言葉で書いてあって、タイの国の言葉とかですね、それから英語とか、まあ、そんな風な看板がありますが、このお店は営業時間11時から15時と書いてあって、さらに間1時間で休憩があります。また定休日が土曜日日曜日ということで、結構訪れるのが難しいところでもあるんですが、いろんなところから訪れる人がいるそうです。これタイ語で書いてあるのは、雪を見にやってくるタイ人の、タイからの観光客がこの犬の焼き芋さんを見て可愛いということですね。みんな大勢来るのでタイ語の表記が多分あるんだと思いますが、本日はね、完売してしまいましたけれども、私実はちょうどねタイミングよく最後の1個を手に入れることができました。後でちょっと食べようと思います。また会いに来てねとあります。かわいい。犬もストーブの前で丸くなっております。こう寒くてはね、喜んで庭駆け回るって感じじゃないよな。中ではねラジオが流れてますけれど、これ犬が聞いてるんですかね。それからこの上にありますが、これ監視カメラでして、まあ、私も多分映ってるんだろうと思いますけど、この犬に何かおかしなことをしようとするやつが現れたら、多分すぐに、犬に対して、保護をするとか、まあ、なんか何やってるんですかやめてくださいとか、そういうことをするんじゃないかなと思われます。これを目当てに次々車もやってきてですね、私もあんまり長くいない方が良さそうなんですが、焼き芋は1個200円ということで非常に安く、代金はお代金こちらと書いてあるこの中に入れることになっているようです。本当はねお店の前で、犬を見ながらいただきたいんですけども、みんな他の後から来る人はねもう買えませんので、ちょっとその人たちの前で芋食べるとさすがにかわいそうだと思ってね、少し外れたところで隠れて食べておりますが、味も当然美味しい。ただこのような札幌市ですから、どんどん冷めますので喋ってる場合じゃない。うん、なんであんなに安いんですかね。こんな普通の住宅街に次々と観光客っていうのかな、札幌市内の人が多いようですけど、でも遠方のナンバーをつけた車も時折通って、相当の人気ぶりです。今ね、とても珍しいポーズをしてくれましたけど、すいません、ありがとうございます。こんな愛想まで振りまいてもらってね、シンガポールからおいでになったお客さんもね、いらっしゃいまして、私も大阪からですけど、今日はシンガポールからってもっとすごいな。これお代金、犬なのでお釣りは出ませんと書いてありますが、ちょっとこれで取られちゃうな。しっかり入れとこう。これですね、売り上げの一部をこういうふうにこう
の殺処分ゼロを目指すために寄付するということでして、結構な金額ですよね。で多分一部ってそんな分かんないけど半分とかあの8割とかそういうレベルで寄付してるわけじゃないと思うんですけど、すごい勢いで寄付してるんだ、あのというかすごい勢いで売り上げてんだな。焼き芋だってね、そんなだんだんずっと連続して焼き芋だってね、そんな大量に焼いて大量に売るっていうことでもないだろうし、もっと値上げしちゃっていいだろうと思うんですが、こんな安い値段でてか可愛いな。これ鳴らしてもいいの？やめとこうね、うるさいからね。確かにこういう中にずっと入ってるってのは犬にとってはちょっと辛いことかもしれませんね。あのあったかいこんなストーブもとかもあっていいと思うんですけど、だから多分あの結構犬に優しく営業時間は短めなんでしょう。だって1日4時間しか営業しなくて、しかも間1時間休憩ですからね。それはそのぐらいの休憩も必要だよね。ちゃんと犬思いの飼い主、いい雇い主に雇われているホワイト企業だということですか。まあ、今入れた500円は私はあの寄付金のつもりで入れたんですけど、もちろんあの普通に売り上げとして処理されるんでしょうけど、一部はこの活動の推進につながるはずです。だからちゃんとこういうのを皆さんに共有することが大事なんだろうな。不幸の犬猫を減少させる尻尾の会の三大基本方針とは、ペットの数が子供の数を大きく上回る、そうなんですか、世界有数のペット大国と言われる日本、コンパニオンアニマルと呼ばれる家族の一員として一生を終える犬猫がいる一方で、犬猫が殺処分されています。ドリームボックスとかね、何をもってペットとするかっていうのはあると思うんですけど、家畜はペットじゃないですからね、愛玩動物じゃないから。でも子供の数よりペットの数が多いとは知らなかったな。いい勉強になりました。ちょっと、ね、この T シャツも売ってるんで、これも買って帰ろうかなと思ったんですよ。2000円、それは別に高くないじゃないですか、2000円だったら。で家で使おうとか思ったんですけど、ちょっとね1万円しか持ってなくて、あの犬なのでお釣りは出せませんということで、まあそれはね、あのお釣りが出たら立派だなと思うんですけど、あのさすがにちょっと5枚買うとか8000円のお釣りをそのままチップで置いていくっていうのはちょっとさすがにハードルが高いので、まあ、やめますが、いいデザインの T シャツだ。じゃあしっかり今後もマネキー犬頑張ってくださいね。うるさいか、うるさそうだな、静かにさしといてほしいかもね。というわけであんまりこの犬に話しかけていなかったのでした。では中継です。今日はマナちゃんです。マナちゃん、お店の方にもねお会いしたんですけども、大変親切にしていただきまして、もうあの何から何までね、いいことずくめでございました。まあ、ちょっと足元がねやっぱりこう不安なものですから、あの帰り道とかは大変なんですけども、いや天気もすっかり晴れまして、いいね、北海道で晴れてる時ほどね気分のいいことはないですよ。動物ってのは観光の切り札ですよね。奈良公園の鹿とかああいうのもそうですけど、今日のこのね平日の、まあ、札幌市のこういうところに観光客が来るような、あのあれは多分他には特にないと思うんですが、それでねこんだけもう入れ替わり立ち替わりお客さんがやってくる、今後も札幌名物として末永く続くと思われます。ちなみにあの犬の焼き芋屋さんは公式 YouTube チャンネルがありますので、私の方からあのリンクを貼らせていただいていると思います。最後にこのアクセスの仕方についてもお知らせしておきます。まあ、このすぐ裏側ぐらいのところにあるんですけれども、最寄りのバス停が札幌国際大学という名前のバス停、まあ、国際大学が近くにあるんでしょうね。そして福住という駅までちょっとだけバスに乗って、札幌市特有なんですけど地下鉄でなるべく札幌市内の端っこの方行けるところまで行って、そしてもう地下鉄でそれより先に行けなくなったらバスに乗り継ぐという仕組みになっています。で北海道札幌は寒いんで、地下鉄の駅と、それからバスの乗り場の間にこんな立派な待合所が設けられている場合がとても多いです。だからバスが来るまでこんな立派な待合所で待って、そして来たら、あとは自分のお家とかね目的地がある方向までバスに乗ってブーンと行くということになります。ここからは地下鉄に乗るだけ、そしてしばらく乗ると札幌に到着するという大変便利な地下鉄です。じゃあこんな感じ、移動時間はね多分40分ぐらいかかるかなと思いますんで、まあちょっと、長めですけれど、そんな不便なところではないと思いますよ。どうもありがとうございました。The stop after Chitose is 南 Chitose.